言語の部屋へようこそ。さあ今回はですね、文法はいらない VS 文法は学ぶべきということで、英語学習、まあ英語に限りませんが、外国語学習をめぐる、こういった文法をめぐる論争、これに決着をつけたいと思います。ちょっと言い方を変えますと、文法は気にせず、とにかく話せ。こういう主張を耳にすることが時折あるんですが、これは正しいのかっていう話ですね。まあ、正しいのかというふうに言う以上、少なくとも全面的に賛同しますっていう結論ではないわけです。が、間違っているとしたら、どこが、なぜ、どう間違っているのかっていうところまでしっかり理解してほしいなと思います。で、そういった議論をする上で、まあ今回の動画の流れですけど、まずね、文法とは何かっていうところから理解してほしいんです。なんでかっていうと、まあ、この認識がずれてると議論にならないと。ある人は文法はいらないって言ってて、ある人は文法は必要だって言ってる。この二人の人の間で文法っていう同じ言葉の意味が違うと。そういう場合があるんですね。それだったら議論が噛み合わなくて当然だよねっていうお話なので、まずは文法とは何なのか整理しましょうということで、文法と一口に言っても主に二つ意味があるんですね。二種類の文法がある。で、その二種類が何なのかっていうことについて、一つ、文法なんてネイティブも守っていない。こういった主張を元に考えてみたい。で、もう一つ、文法なんてネイティブも気にしていない、ね、似ているようでちょっと違いますよね。この2つの主張をもとに2種類の文法っていうものについて解説していきたいと思います。で、文法とは何なのかっていうところについて理解してもらった上で、文法学習の役割、そしてアウトプットの役割について考えてみたいと思います。まずここで、文法なんてネイティブも気にしていないっていうお話がありますけど、この第一章でお話しするのはちょっと抽象的なお話なので、もうちょっと具体的な例を挙げながら、この、ネイティブも気にしていないっていうタイプの文法についてお話ししていきたいと思います。そしてそれを踏まえて、文法学習の役割、アウトプットの役割についてそれぞれ理解していただこうと思います。そして最後に結論、学習の目的は何ですかっていうお話ですね。それでは第1章、文法とは何かということで、文法には2種類あります。これを区別しないとお話が始まりませんということで、まず、文法はネイティブだって守っていないんだ。こういう主張があります。これについて見ていきたいと思うんですが、こういう主張の根拠というか、具体的な例としてよく挙げられるもの。これが何かっていうと、まあ日本語の例で、ら抜き言葉ってありますよねと。で、ら抜き言葉、これは文法的には間違いである。で、文法的には間違いであるにもかかわらず、みんな使ってるじゃないかと。食べられるじゃなくて食べれるってみんな言うじゃないか。だから、文法なんてネイティブ、我々は守っていない。ね、そういうふうな主張です。それから他の例として、全然、っていう言葉、この全然っていう言葉の後には否定の言葉が続く。これが正しい文法である。なのにみんな守っていない、ね、全然大丈夫とか普通に言うじゃないかと。だから文法なんてネイティブも守っていない、だからこんな文法なんて勉強しなくたっていいんだっていう話ですね。で、この文法って一体何なのっていうと、規範文法のことなんです。規範文法、これなんじゃらほいっていうと、人が決めた正しい言葉遣いのルールということですね。つまり、どっかの誰かが決めた、こういう言葉は正しい、こういう言葉は間違ってるっていうルールのことです。もうちょっと別の言い方をすると、世の中こういう言葉遣いをする人がいるけど、これはけしからん、その代わりこういう言葉を使うべきである、こういうタイプの正しさを作っているのが規範文法なわけです。で、言語学者は言葉遣いにうるさいみたいな風に思っている人がいるみたいなんですが、それって昔の話なんですね。昔はそういう風に規範文法の立場を取って、こういう言葉遣いをする人がいるけど、それはけしからんっていう主張をするのが、まあ言語学者の仕事という風に言ってしまうとちょっと乱暴ですけど、まあそういう立場を言語学者は取っていたんですが、それはまあ100年以上前のヨーロッパのお話ということで、今の言語学は全然違うんです。で、まあそれについては次のスライドでお話ししていきます。で、この文法なんてネイティブも守っていないっていう主張をする時の文法っていうのは、こういう規範文法のことであるというのを今お話ししたんですが、これを踏まえるとね、ら抜き言葉間違いだ、まあ、これが規範文法の考え方ですけど、こういう規範が生まれるのはら抜き言葉を使う人がいるからなんですよ。つまりら抜き言葉ね、食べれるみたいな表現をする人が世の中に誰一人いない。そういう状況でら抜き言葉は間違いだなんていうふうに言い出す人はいないわけですよね。例えるなら、小学校の廊下に廊下は走ってはいけませんっていう張り紙がしてあるとするじゃないですか。で、そういう張り紙がしてあるっていうことは、廊下を走るやつがいるっていうことなんですよ。廊下を走るやつがいるから、そういう張り紙をしなきゃいけないと。ね、誰一人廊下を走ろうなんて思いもしないっていう学校で、そんな張り紙貼る必要ないですよね。で、それと同じで、こういうら抜き言葉は間違いだとか、全然何々ないっていうふうに言うのが正しい文法なんだっていう、こういう規範文法的な価値観の
正しさが生まれるのは規範文法的な価値観でいうところの間違った言葉遣いをする人がいるからなわけですよ。だからそう考えてみると、文法なんてネイティブも守っていない、これは規範文法のことですけど、規範文法をネイティブは守っていないっていうのはごくごく当たり前のことなんですね。ネイティブが守っていないからこそ生まれるのが規範文法なんだっていうことです。さて、この文法なんてネイティブも守っていないっていうのと似て非なる主張として、文法なんてネイティブも気にしていないと、こういう主張があります。この気にしていないっていうのはどういうことか。例えば日本語母語話者、我々ですね、まあ、ネイティブスピーカーは無意識のうちに助詞の和とがを使い分けていると。和を選ぶのが自然なシチュエーションもあれば、がを選ぶのが自然なシチュエーションとか、シチュエーションに限らず文構造とかね、あるわけですけど、これってどういう時にどっちを使うのって説明できないじゃないですか、我々ね。無意識のうちに使い分けている、文法なんてネイティブも気にしていないんだっていうお話ですね。それから英語についても、英語の文法、我々は教科書とかで習ったけど、英語のネイティブスピーカーはそんなものいちいち習いもせずに無意識のうちに使いこなすことができているんだと。ここで言う文法、まあ一つ目の文には文法って言葉は使われていませんが、強いて言うとしたらこの使い分けているっていうところが文法にあたるわけですけど、こういった文法っていうのはさっきの規範文法とは性質が違うんですね。これは何かっていうと、記述文法にあたるものなんです。で、記述文法っていうのはさっきの規範文法とは違うわけですけど、どういうものなのかっていうと、実際に使われている言語を観察した結果見出された規則性のことであると。つまりこういう言葉遣いをしている人がたくさんいるけど、それはけしからんっていきなり否定するのではなくって、あ、そういう言葉遣いをする人がたくさんいるんだ、で、それにはどういう仕組みがあるんだろう、どういう法則とかルールがあるんだろうっていうことをこう分析してまとめ上げたもの、これが記述文法なわけです。で、先ほど言ったように現代の言語学が取っているのは規範文法ではなくて記述文法の方なんですね。実際に人々が使っている言語を観察して分析すると、こういう考え方を取っているわけです。だから上の例で言うなら、私たちは無意識のうちに和とがを使い分けているけど、使い分けっていうからにはこういう時にはこっちを使う、こういう時にはこっちを使うっていうルールが私たちの中にあるわけですよね。で、これがどんなものなのっていうのを分析してみたっていうのが記述文法なわけです。さっきの規範文法とはだいぶ姿勢が違うわけです。さっき規範文法のところで登場したラヌキ言葉について記述文法はどう考えるかっていうと、ラヌキ言葉ね、例えばこういう地域のこういう年齢層の人は普通に使ってるんだと、じゃあそれは少なくともその人たちの間では正しい表現なんだねと、正しい日本語なんだねっていうふうに考えて、じゃあそこにどういう仕組みがあるのかとか、じゃあどういうふうに広まったのかとか、そういうことを研究するのが現代の言語学なわけで、まあどういうふうに広まったとかはね、記述文法の範囲ではありませんけど、まあそういうのが現代の言語学の考え方。そして記述文法の観点から見れば、ラヌキ言葉を使っている人たちのコミュニティにおいてはラヌキ言葉っていうのは正しいものなんですよ。なぜならば記述文法の価値観でいうところの正しいっていうのはどういうことかっていうと、ネイティブが無意識のうちに従っているルールにのっとっているっていうことだからですね。ちょっとややこしい表現をしちゃったかもしれませんが、でもそう考えてみると、文法なんてネイティブは気にしていないんだ、まあ、この文法が記述文法のことなわけですけど、これもこれでごく当たり前なんですよね。なんでかっていうと、ネイティブが無意識のうちに使いこなしているルール、これこそが記述文法だからですね。さて、第1章まとめということで、文法とは何か見てきました。2種類の文法を区別しないとお話が始まりませんよということで、2種類の文法を見てきましたが、何と何でしたっけ、何文法と何文法だったか思い出してみてください。はい、答え言っちゃうと、規範文法と記述文法ですね。で、まあ練習問題というのがありますけど、今から2つのこう主張みたいなものをお見せします。で、その片方は規範文法の考えで、片方は記述文法的な考え方です。はい、これですね。1、何々してるではなく何々しているが正しい。これは規範文法の考えですか、記述文法の考えですか。2、ペンを落ちたっていう日本語は間違ってる。ペンを落としたは正しいし、ペンが落ちたは正しい、こういうふうに言い換えるべきである、ね、これはどっちの考えでしょうかということで、まあじっくり考えたい人はここで動画を止めてもらいたいんですが、まあ、答えに言ってしまうと、1番の方、これが規範文法ですね。何々してるっていうふうな表現をする日本語のネイティブっていうのはたくさんいるわけですよ。この動画のここまでの部分でも、私がこれまで喋っててっていうのもまさにそうですけど、何々してるっていう表現をたくさん使ってきたわけですね。こういうふうに私を含め何々してるっていう表現を使う日本語ネイティブはたくさんいるんですけど、少なくとも書き言葉においてしてるっていう書き方をするのはふさわしくないことになってる
だけなんですね。だからこのパワーポイントの資料を作っていても、ここにね赤い波線が引かれるんですよ。これは間違ってますよっていう、これがまさに規範文法的な考え方ということになります。一方でこっちはどうでしょう。まあこっちがもちろん規範文法じゃないので記述文法なわけですけど、ネイティブね、我々日本語母語話者ってペンを落ちたっていう日本語まあ言わないですよね。どういうこと？は？って思いますよね。はい、ペンを落ちたなんてまず言わないと。そんなさ言いもしない文をここに持ってきて、いやいやいや意味が分かんないよって思ったかもしれないですけど、こういうのってね日本語を勉強してる人が割とやりがちなミスの一つなんですね。まあ、もちろんそのね学習者の母語にもよりますけど、割とこういう日本語を作ってしまう学習者って珍しくないんですね。でも我々日本語母語話者はペンを落ちたなんていう日本語はまず言わないと。でまず言わないのでこの文は間違いであるっていうのが記述文法の発想です。だから我々ネイティブスピーカーは落とすっていう他動詞と落ちるっていう自動詞を明確に使い分けることができているっていうことですね。まあ我々が使い分けることができているっていうのも、もちろん記述文法的な発想から言えば、我々が落とすっていう動詞を使っている文と我々が落ちるっていう動詞を使っている文、これをね見てみたら、あ、落ちるっていうのはこういう時には使えるけどこういう時には使えないんだ、代わりに落とすっていう言葉はこういう時に使えるんだっていう住み分け、使い分けが発見されるわけですよね。そうやって導き出されたのが正しい記述文法なわけです。だから我々が正しく使い分けられているっていうのは当たり前で、我々がやってる使い分けが正しいものなんですね。まあこういうふうに繰り返しちょっといろんな表現を使いながら説明してみると、規範文法とは何なのか、記述文法とは何なのか、大体分かっていただけたのではないでしょうか。でもう一度、まあ、簡単にまとめということで、規範文法、記述文法というのがあります。でこれ英語で言ってみるとね、規範文法は prescriptive grammar で、記述文法は descriptive grammar なんですね。でこの共通している黒い部分、まあ、最後の部分は形容詞を作る要素ですけど、真ん中のところが書く、まあ、文字を書くっていう時のね、書くっていう意味です。もともとのラテン語でね。でその前についてるのは何かっていうと、 pre っていうのは先にみたいな意味ですね。だから予約するっていう時に、preserve って言ったり、予言する、未来のことを予言するっていう時に predict って言ったりしますが、まあその pre です。なので先に書くっていうことですが、どういうことかっていうと、文法ルールを先に書くんです。でこのルールに従いなさいっていう形で言葉を規定していくんですね。その言葉は間違い、その言葉は正しいっていうふうにルールありきで判断していくっていうのが規範文法です。一方でじゃあね、この pray が先にだったから d は後でなのかっていうと、まあ別にそうでもないんですが、動詞の形が describe ですけど、詳しく説明するとか描写するみたいな意味ですね。まあ元々のラテン語の意味に遡って、こう要素ごとに訳してみると、書き写すぐらいのニュアンスになるわけなんですが、要するにルールが先にあるんじゃなくて言語が先にあって、でその言語はもう正しいものとしてそこからルールを導き出すということで、英語で書いてみるとこの規範と記述の対比が分かりやすいよねということで、ここに書いてみました。でもう一度おさらいすると、規範文法というのは言語というのはこうあるべき、ね、こういうのはけしからんというふうに人工的に整備されたものです。で先ほど言ったように、ネイティブだって文法を守っていないっていう主張をする時の文法っていうのは規範文法なわけですけど、まあこれはごく当たり前のことで、なんでかっていうと、ネイティブが使っている表現の中でこれはけしからん、これは正しいっていうふうにこう選別をしているのが規範文法なので、規範文法がダメって言ってる文っていうのはネイティブが使ってるんですよね。なので当たり前だよねと。そして記述文法はどういうものかっていうと、実際の言語を観察して分析して、そしてそれを作っている仕組みが何なのかを解き明かした、記述した、まとめたっていうのが記述文法なわけです。でこれは我々が無意識に従っているルール、これをわざわざ明文化したみたいなものなので、我々が記述文法を意識していないっていうのは当たり前のことですと。そしてもう一つ付け加えると、我々が記述文法を守っていないってことはありえないんですね。もちろん例えば日本語って言っても一枚岩ではないので、私が OK って思える文が視聴者の皆さんにとっては、いやその文はおかしいよっていうふうに感じるかもしれないということもありますが、まあここで言ってるのはそういう話じゃなくて、我々は文法に従わずに喋ってるじゃないかっていう主張をする人っていうのは、これは規範文法のことを指してるのであって、それがね記述文法のことだとすると、いやいやいや定義上そんなわけないでしょってなるわけですね。なので人によって規範文法を指して文法って言ってる人もいるし、記述文法を指して文法って言ってる人もいるので、これがね一致してないと話が噛み合わないよってことですね。ということで2種類の文法を区別できたでしょうか。ここでやっとスタートラインに立てました。文法学習とアウトプットの役割
ということで、もうここに結論を書いてしまっています。アウトプット上達のためには文法を学べ、そして文法上達のためにはアウトプットせよということですね。要するにどっちも大事ってことです。じゃあその理由をゆっくり見ていきましょう。まず先ほどね、記述文法について具体的な例として、我々は和とがの使い分けを無意識のうちにできてるよねみたいな話をしましたが、もうちょっとね具体的な例を挙げて、こうイメージをつかみやすくしたいなと思います。日本語の例1ということで、まあもう一つね例2もあるんですけど、とりあえず一つ目、はい、日本語をね助詞を省略できるっていうふうに、まあ、言うじゃないですか。例えばポニョソウスケ好きみたいな感じですね。ポニョはソウスケが好きとかいちいち言わないで、ポニョソウスケ好きで十分なわけですよ。日本語は助詞を省略できるって言うんだけど、何でもかんでも省略できるわけじゃないんですと。はい、まずこの文を見てみましょう。俺は昨日映画を見た。正しい文ですか？正しい、間違ってるっていうのは記述文法的な価値観で、つまり皆さんはこの文を自然な文だと思って受け入れることができますかっていうことですね。この文言えますかっていうことですね。はい、どうでしょう。まあ多分 OK だと思うんですよ。で、じゃあこのね赤い字で書いてあるのが助詞なわけですけど、これをね省略してみると、俺昨日映画見た、こうなりますね。これ OK ですか、どうですかっていうと、どっちでも OK ですよね。むしろ話し言葉としてさらっと言う分には、あんまり文脈とかシチュエーションを特に考えない限り、 B の方が自然ですらありますよね。ねえねえ聞いて、俺は昨日映画を見たっていちいち言わないじゃないですか。ねえ聞いて、俺昨日映画見たんだけどさ、みたいに話すのがむしろ話し言葉では自然な気がします。でね、こういうのを表面的に省略に見えるからといって、何でもかんでも省略ってっていうだけで済ませちゃうっていうのにも、まあ、多少問題はあるんですが、今回はそこは本題ではないので、とりあえず省略だというふうに表現しますが、では次の文を見てみましょう。俺が昨日見た映画つまらなかった。はい、これどうですか。私が普通に喋るんだったらつまんなかったっていうのが私の場合デフォルトですけど、俺が昨日見た映画つまんなかった、どうです。まあ普通ですよね。 OK ですよね。では上のペアと同様に、この助詞、これをね省略してみましょう。はい、俺昨日見た映画つまんなかった、どうです。皆さんこの文ね多分言えないと思うんですよ。どうでしょう。俺昨日見た映画つまんなかった、このがは省略できないんですね。ああ、なるほど、和は省略できるけどがは省略できないんだと思った方もいるかもしれませんが、そんな単純な話でもないんですね。ポニョはソウスケが好きのがは省略できたでしょ。省略できるがと省略できないががあるんですね。というふうに、日本語は助詞を省略できるっていうけど、その中には割と複雑な制約があるんですね。我々気づいてないけど。で、これは言えるけどこれは言えないっていう法則とか、で、その裏にある制約とかを明らかにしていくのが記述文法ということです。では似たような例をもう一つ挙げたいと思います。また助詞の例なんですけど、助詞の使い分けっていうと、まあ、やっぱり和とがの使い分けっていうのが代表的な例なんですが、今回はそうじゃなくてね、お、がの、この使い分けについて見ていきたいと思うんですよ。いやいやいや、おとがとのって全然違うじゃんって思った方が多いかと思うんですが、まあね、ここ問題になっています。今から3つ文をお見せしますので、括弧の中におがののどれかを入れて、まあ、自然な文を作ってくださいということです。ではその問題文がこちら。はい、太郎は英語話す。もちろんここに英語でとか入れてもいいんですけど、今回はこの3つでね考えてみてください。英語話す、太郎は英語話せる、英語話せる人はいますかということで、まあじっくり考えてみたい方はここで一旦動画を止めてもらうとして、では一つ一つ見ていきましょうか。まず一つ目、ここにおを入れてみましょう。太郎は英語を話す、うん、普通ですね。はい、もう何とも思わない、普通の正しい文ですね。じゃあがを入れてみると、太郎は英語が話す、うん、聞いたことない日本語ですね。で、太郎は英語の話す、ちょっと何言ってるか分かんないって感じですよね。はい、ここはおそらく満場一致かなと思うんですけど、おのみここに入ります。 B の文はどうでしょう。太郎は英語話せる、太郎は英語を話せる、うん、 OK っていう人が多いんじゃないかなと思います。まあ中にはおを入れるのがちょっとしっくりこないみたいな人もいるかもしれないですね。でもがの方はどうでしょう。がの方、これ今度は入りますよね。太郎は英語が話せる、これに違和感を抱く人っていうのは少ないんじゃないかなと思います。で、今度のはどうでしょう。太郎は英語の話せる、うん、聞いたことない日本語ですね。ということで、まあ、おについては多少揺れがあるかなと思うんですが、まあ、おとが、この2つが可能ということになります。では最後、これはどうかっていうと、英語を話せる人はいますか、英語が話せる人はいますか、英語の話せる人はいますか、どれも OK じゃないですか。別に今いますかにしなくてもいいです。
英語を話せる人が増えているとかね、英語が話せる人になりたいとかね、英語の話せる人に会ったとかね、何でもいいんですけど、全部入るじゃないですか。で、 B の文と同様をがちょっと違和感あるっていう人は、まあ、もしかしたらいるかもしれないということで、またこう薄い字にしておきましたけど、まあまあ大体全部入るわけです。とまあこんな感じで、ちょっと文構造とか、ね、話すを話せるに変えたとかねしただけなのに、使える助詞が変わるんですよ。どうです？意識したことありました？これがまあ記述文法の世界なわけです。で、誰もね、ここにがを入れるなんてけしからんとか言ってる人いないじゃないですか。それがまあ規範文法的な考えだったらそうなるわけですけど、誰もそもそもね、太郎は英語が話すみたいな日本語を喋る人はいないので、そんな規範を持ち出す人はいないわけですね。はい。で、ここまでなんでこんな話をしてきたかっていうと、まあ次の文法学習の役割っていう話に行くわけですよ。我々は割と複雑なルールっていうものを無意識のうちに使いこなしているっていうことが、これね、ほんの一例ですけど、まあ分かっていただけたんじゃないかなと思います。で、これはもちろん英語についても同じです。三単元の S とか無意識に使いこなしてるわけですよね。で、関係節の作り方とかも、こういう時には where を使うけど、こういう時には which を使うとかさ、いろんなこうルールがあるじゃないですか。で、このルールっていうのも誰か偉い人が言い出して、みんなこれに従わなきゃダメなんだって言い出した規範文法ではなくって、みんな知らない間に勝手にそういうルールにのっとって喋ってたんですよね。それで、あ、こういう法則があるっていうふうに見つけ出した。で、それを我々は勉強してるわけですよね。で、まあもちろん三単元の S とかもね、アメリカ黒人英語とかが代表的ですけど、言わなくていいっていうか、三単元の S を持たないタイプの英語もあります。ただまあそういうのは置いといて、三単元の S っていうのはまあみんな使うもんだよっていうことで、我々は英語を勉強してるわけですが、まあ、こういうね、三単元の S を使わないような方言を置いといて、方言というかバリエーション編集ですけど、これを置いといてってやってる、この置いといてっていうのは、これはちょっと規範の意識が入ってるわけですよね。この S を言わないっていうのは規範的には間違いであるっていう考えに基づいて、我々は三単元の S を使う規範的な英語を勉強していると、まあそういう側面もあるわけですが、まあ、少なくとも三単元の S を使う英語のネイティブスピーカーの中でもマジョリティの人たちにとっては、これはもう無意識に使いこなしているものなんですよね。で、我々がそういったネイティブと同じような英語を身につけたいと思うのであれば、彼らが無意識に使いこなしているこういったルール、文法を習得する必要があるわけです。で、この習得する必要があるっていうのは、彼らが使いこなしているルールを我々も使いこなせるようになりましょうねっていうお話なんですが、こういうふうに使いこなせるようになるために、わざわざ意識的に文法っていうものを切り取って勉強する必要があるのか、それとも英語にたくさん触れてさえいれば勝手に身につけることができるようになるのかっていうお話ですよ。まあこれを一言で表すと、明示的に学ぶ必要があるのか、暗示的に身につけられてしまうのかということなんですが、これ日本語に置き換えて考えてみましょう。先ほど見たような、こういう場合はこの助詞は省略できるけどこれは省略できないとか、こういう文ではこういう助詞が使えるけど文をちょっと変えてあげるとその助詞は使えなくなるとかさ、そういうのを日本語学習者、誰にも教わることなく、その法則を見つけ出して、まあ、無意識のうちにね、見つけ出して体得できるのかって言ったら、まあ学習の質と量によってはできるかもね、やりようによっては頑張ればできるかもねっていう感じじゃないですか。 できるかもしんないけど、先に答えを教わった方が手っ取り早いですよね。こういう時にはこういう助詞を使うよっていう風にルールを教わって、へえそうなんだっていう風に勉強した方が早くないですかということですね。もちろんこれは我々が外国語を学ぶときも同じですと。文法を学ばずして、その言語のネイティブスピーカーのような能力を身につけようっていうのは、これはまあなかなか非効率な話なんですよ。ただ、じゃあ学んだからといって、そのルールをすぐにいとも簡単に使いこなせるようになるんですかって言ったら、そうじゃないですよね。三単元の S を習ってから何年も経ったけど、いつも S 忘れちゃうとか、そういうことがあるわけですよ。じゃあそういう勉強したルールを身につけて、そして無意識のうちに使いこなせるようになる、まあ言い換えると知識を自動化するためにはどうしたらいいのっていうと、アウトプットの練習をする必要があるわけです。ということで、今お話ししてきたように、より自然でよりネイティブらしい英語を身につけたいというのであれば、文法を習得する必要がある。で、その習得するときに無意識でできるかっていうと、ちょっと厳しいよね。答え先に教わった方が手っ取り早いよね。効率的だよね。だから文法は学んだ方がいいという結論にはなるわけですが、じゃあ学んだからといってすぐに使いこなせるわけじゃないじゃないかと。かといって学ばずして使いこなせるようになるのはもっと難しいわけです。
なので文法は学びましょう。で、それを無意識のうちに使えるようになるためにたくさん練習しましょうということなんですが、そのね、アウトプットについてもさらにその役割を深掘りしてみたいと思います。でね、アウトプットっていう言葉なんですけど、今私がね、この動画とかこのチャンネルでやってるように、自分の勉強したことを人に向かって説明するとかさ、勉強した文法事項を問題集でこう練習してみて確かめるみたいな、そういうのもまあアウトプットっていうふうに言われることがありますよね。ただまあこういう文脈におけるアウトプットっていうのは、往々にして話してみること、話す練習をすることっていう意味で使われることが多いですよね。でまあ当然ここに書くっていうのを含めてもいいというか、むしろそれも妥当なことではあるんですけど、とりあえず話すっていうことに限ってお話をしていきたいと思います。でこのアウトプットの練習をするっていうことにはいろんなメリットがあるんですが、そのうち一つが気づきなんですね。あのね、気づきっていう言葉を嫌う人がいるんですよ。あのちょっと意識高い人とかが気づきを得るとか学びを得るみたいな日本語を使っているのを、なんか気持ち悪いって言って、気づくでいいじゃん、学ぶでいいじゃんっていう風に言ったり、あのあれも同じですね。見える化って気持ち悪くね、可視化でいいじゃん、なんでわざわざ見える化とか言うのっていう風に言う人がいるんですけど、気づきを得るみたいな表現を嫌う人がいます。がここで言う気づきっていうのはね、立派な専門用語なんですよ。第二言語習得論の世界における、あの皆さんに分かりやすいように気づきっていう簡単な言葉を使って説明してるんじゃなくて、これ専門用語なんですね。はい、という小さな文字の注釈を添えた上で、この気づきって何なのっていうことなんですが、アウトプットの反対、インプット、つまり読むとか聞くっていうことをしているだけでは、まあ内容語、つまり名詞とか動詞とか形容詞みたいな具体的な意味を持った単語の意味さえ分かってしまえば、現在完了だったのか過去完了だったのかとか、単数形だったのか複数形だったのかとか、そういう細かいところに気を配らなくても大体文の意味ってつかめちゃうじゃないですか。弟食べたケーキ冷蔵庫とか聞こえたら、あ、弟が冷蔵庫の中のケーキを食べちゃったんだなみたいなことが分かるじゃないですか。こういうふうにまあインプットしてるだけでは、細かいところにわざわざ気を配らずとも文の意味が大体つかめてしまうと。しかしいざアウトプットをしようとするとなると、細かい部分に意識が向きやすくなるわけですね。まあ細かい部分に意識を向けずに、出川イングリッシュ的に単語を並べても、まあアウトプットではあるんですけど、でもいざアウトプットの練習をしようとすると、あれ今過去形の文を作ろうとしてるけど、もしかして完了形の方がいいんじゃないかなとか、あれ今言った文ザを使っちゃったけど、あの方が自然だったのかな、どうなんだろうとか、こういうところに意識が向きやすくなるんですね。インプットをしているだけでは気づきづらいところにも、アウトプットをすると気づきやすくなると。でこういうふうに細かいところに意識が向くことで、より深く文法が理解できるようになると。そしてより深く文法を理解するっていうことにはどんなメリットがあるかっていうと、インプットつまり聞いた内容とか読んだ内容をより正確に理解する、ね、じゃあこの人はなんでここであじゃなくてザを使ったんだろうとか、より正確な理解をすることができる。そしてより自然なアウトプットをすることができるようになる。こういうメリットがあるわけです。だから下手くそでもいいからアウトプットをしようとしてみることで、あれこういう意味のことを喋りたいんだけど、そういえばどういう表現を使ったらいいか分かんないなとか、そういうところに気づけるようになるわけですね。でそうやって気づいて、で調べてみたり人に聞いてみたりして、あそういうふうに言うんだとか、あここではこっちを使った方がいいんだとか、そういうふうに学習理解して、自分の言語能力をより改善していくことができる、まあ、そのきっかけとしてアウトプットによる気づきというものがあるんだよというお話でした。つまり第2章の最初のスライドでお見せしたように、はい、まとめをしてみると、アウトプット上達のためには文法を学べ、そして文法上達のためにはアウトプットせよということになります。どっちも大事だよというお話でしたね。でここで言ってる文法っていうのは、繰り返しますが記述文法です。記述文法っていうのは母語話者ネイティブスピーカーが無意識のうちに使いこなしているルールであると。でこれを学習者である我々も同じように使いこなせるようになりたいという時に、これを無意識に習得するっていうのはなかなか難しいから、意識的に勉強する必要がある。意識的に学ぶことで自然な文の作り方を効率的に知ることができるわけです。そうやって知ったものを自分で使いこなせるようになるためには、アウトプットの練習をする必要があるわけです。でまあ別に使えるようにならなくてもいいかなっていう人も中にはいると思うんですね。読めれば十分とか、聞いて理解できるようになれば十分っていう学習者もいると思うんですよ。つまり学んだ文法知識を使えるようになるとか、アウトプットが上手くなるっていうことを目指してはいない、そういう人もいると思うんですけど、そういう人にとってもアウトプットは価値があるものだと。なんでかっていうと、アウトプットしようとしてみることによって、インプットしてるだけでは気づきづらい細かい部分についても気づくことができるようになって、そしてそれが文法の理解につながるんだと。
で、そうやって文法に対する理解が深まっていくと、インプット、読むとき聞くときの理解もより正確なものになっていくし、アウトプット、書くとき話すときの自分が作る文っていうのも自然なものになっていく。だからアウトプット上達のためには文法を学べ、文法上達のためにはアウトプットせよとなるわけです。では最後に結論、学習の目的は何ですか？結局人によるバランスが大事という話に落ち着くわけです。さて、もうちょっと具体的に見ていきましょう。言語学習の目的は人によって様々です。学んでいる言語が英語だとして、まず英語を学んで何ができるようになりたいのか、どんな英語が話せるようになりたいのか、人によって全然違いますよね。まず上の何ができるようになりたいのかっていうところについても、例えばドラマや映画のセリフが理解できるようになりたい、それもニュアンスも含めてね、ちゃんと理解できるようになりたい、そういう人もいるだろうし、最近英語を話す友達ができた、まあアメリカ人の友達ができた、でその人とね楽しくコミュニケーションができるようになりたいとか、世界に向かって情報発信をしたいと、でその時に自分のメッセージを自分の言葉で適切に誤解なく伝えることができるようになりたいなどなど、もちろんそんななんかこう高尚な理由じゃなくても、テストでいい点が取れるようになりたい、何でもいいんですよ。言語学習の目的は人によって様々です。そして身につけたい英語の理想像っていうのも人によって様々ですよね。流暢さを優先したいのか、正確さを優先したいのか。流暢さっていうのは言ってしまえばどれだけ早く話せるかってことです。正確さっていうのはどれだけ文法的なミスで、まあ、この文法的っていうのは記述文法でいうところの文法的っていう話ですけど、文法的に正しい英語を話せるのかっていうのがまあこの正確さですよね。で、まあ、ネイティブらしい英語が話せるようになりたいって言ったとしても、大きく分けてこの2つのパラメーター要素があるわけです。でね、もちろんどっちも完璧っていうのが一番の理想ですけど、学習時間は無限にあるわけじゃないですし、どっちも完璧にするっていうのはなかなか難しいわけですから、個人個人の学習の目的によって、ね、どっちを優先するのかっていうのは人によって違ってくるはずです。だからもちろんどっちを優先するのが正しいっていう話じゃないわけですよね。そしてここでどんな英語が話せるようになりたいのかって書きましたけど、そもそも話すことが目的じゃなくたっていいわけです、ね、別に話せるようにならなくてもいいやっていう学習だってあっていいわけですよ。こういうふうに言語学習の目的っていうのは人によって様々です。そういうことを踏まえて文法とかアウトプットっていうものとどういうふうに付き合っていったらいいのっていうと、はい、自分で考えてくださいっていう結論になります。ここまで喋ってきたことを振り返ってみると、まず全ての学習者にとって文法を意識的に学習することも、そしてアウトプットの練習をすることもどっちも重要です。ただどっちも重要なだけであって、全ての学習者が文法を隅から隅まで完璧にするみたいな必要はないわけです、まあ、そもそも完璧な文法ってなんだよみたいなこともありますけど、まあ完璧にする必要はないわけです。そしてアウトプットについてもそうで、人によってね目的は違うんだから、みんながスラスラ話せるようになるとか、スラスラ話せるようになることを目指す必要はないわけですね。だからどっちも重要ではあるんだけど、具体的にどんな方法で、そしてどんなバランスで付き合っていったらいいのかっていうのは、全員に共通の一つの答えを示すことはできないわけですね。そして学習の目的とか目指す理想の英語みたいなものが全く同じ2人がいたとしても、学習の適性には個人差があります。だから目的や理想が同じ場合ですら一つの答えを示すことはできないわけです。だから自分で考えてください。そしていろんな学習者がいるんだから、この方法が正しいんだとか、こんな勉強はするんじゃないみたいな理想を他人に押し付けるのはやめましょうというのが最終的に言いたいことです。ただもちろんね、英会話レッスンに来た人が文法的な間違いを気にしすぎるあまり何にも喋れないみたいな、ね、そういう状況は良くない。これはねもちろんその通りですよ。でもだからといって文法なんて全く気にするなっていうのはさすがに言い過ぎかなというところはありますよね。正しさみたいなものに一切意識を向けずに、ただがむしゃらに喋れみたいな極端なことを言う人がいますけど、それって例えるならバッティング、あの野球のねバッティングが上手くなりたいって言ってる人が、基本的なフォームとか腰の使い方とか、まあバットのね振り方みたいなものを全く意識せずに、ただただバットを振るのと同じじゃないですか。ただただバットを振って得られるメリットって、まあ肩周りとかの筋肉がつくぐらいじゃないですか。もちろん間違いを恐れないっていう姿勢は大事だと思います。だけど間違っても一切気にせずにただただ喋れっていうのは、どうやってバットを振ったらボールに当てることができるようになるのかなとか、どういう風にしたら狙った通りの飛ばし方ができるようになるのかなっていうことすら何にも考えずにただただ振り続けるっていうのと同じなので、さすがにそういう文法を一切気にするな
っていうのは、それは過激な主張だなと思います。文法学習は全員にとって大事。ただもちろん文法を完璧にしてからアウトプットしなさいとは全く言ってませんよね。アウトプットできるようになることを目指していない学習者にとってすら、アウトプットの練習をすることっていうのはメリットがあるし大事なことだよっていうのをお話ししてきました。こういうふうにね、今回の動画は適切なバランスを考えてくださいっていう結論の動画になります。以上で今回の動画は終わりたいと思います。それではまた。